5月2日月曜夜7時からのしくじり先生3時間スペシャルは、衝撃の真実公開スペシャル。一人目は小中高、ずっと通して学校が大嫌いでした、実験で子供たちに大人気、元高校教師だった伝次郎先生が学校嫌いを初告白。夢とか青春とか嫌いなんですか？雑多かったです教師時代、生徒のことを考えず自分の好きなことばかりやり続けていた結果、生徒や、他の教師から大クレームを受けました。嘘だ。まあ、いろいろ言われたんですけどね、君が教師になったのは間違いだ、結構なことを。厳しい社会にも生まれて好きなことだけをやっているのでは、生きていけないんだということに気づいて、好きなことだけをやってバッシングを受けた伝次郎先生が学んだ教訓とは。そして、よろしくお願いします。2時間目はボキャブラ天国で一世風靡した芸人お猿先生。お猿先生の初告白とは。私お猿と妻山川恵梨香、険悪な夫婦関係がネットニュースなどで取り上げられてしまっております。怖い。次のページお願いします。怖い。衝撃の初告白にスタジオ騒然。さらに自己嫌悪です。また言っちゃったな、またダメにしちゃったなっていうのの繰り返しで、妻山川恵梨香さんが涙の告白。最後はカール・マルクスです。興味ね。中田先生のしくじり人伝第5弾。ニートだった。経済学者マルクスはまさかのニート。こいつマジクズでしょ。ひどい。今日全部わかります。今回も中田式解説が炸裂。全部わかります。いや絶対に。だからこそ資本論が欠けた。あれ若林さんなんですか。おおと今日はすげえ授業になるぞ。勘がいいんだから。なるほどね。偉人伝史上最高傑作の授業を見逃すな。お無人島。無人島どうだ。しくじり先生3時間スペシャルは5月2日夜7時から。